皆さん、やっさーやっさー、男女ツインボーカルユニットやっさグルナイトのユミとユートでございます。どうもまあこの動画ね、うん、長いじゃん、よく喋るじゃん番組の CM なのに、そうね、うん、ね、うん、なんでみんなね、うん、2倍速、うん、ここに歯車あるでしょ、うんうん、この歯車を押すと、うん、再生速度っていうのがあって、はいはい、うん、その再生速度に2倍っていうのがあるんで、うん、ちょうどその2倍ぐらいにすると、うん、うちらのまったりゆったりのこのトークがね、トークが半分に短縮できるのでね。はい、ぜひね、この YouTube って、うん、再生時間とかね、うん、最後まで見ましたかっていうのと、はいはい、あとはいいねを押しましたかっていうのと、あとはコメントしましたか、うん、でそういうのが積み重なっておすすめ動画っていうのに出やすいのよ、そうね、まあ、チャンネル登録者数もそうだし、うん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 、なんでみんな2倍速にして短縮にすると、うん、他の動画も半分で見れるわけじゃん、うん、まあね、極端な話、ね、1個の動画を普通に見ようかなって思うと、うん、1個の動画分じゃん、うん、だけど1個の動画だわね、うん、はい、それを2倍速にしたら半分になるわけじゃん、うんうん、そうだね、もう1個半分で見れるわけじゃん、あ、2倍速にしてね、そう、はいはい、でも再生時間数は変わらないわけだから、うんうん、あれ変わらないのかな、2倍速にしたらその半分分なのかな、まあいいや、最初は、半分で見ておいて2倍速で見ておいて、うん、もう1回はもう見なくてもいいから普通に1倍速で全部流して、うん、そんなことも可能なんだよね、2回見ることは可能だからな、ね、ね、うん、はい、あとね、みんなね気づいてないかもしれないけど、うん、やさぐれナイト一応こう見えたミュージシャン、はい、ミュージシャン、なんか毛がついてる、はいどうぞ喋っててください、気になってしょうがない、本当にあんたマイペースだね、はい、はい、うん、いいよ、大好きなお姉ちゃんだと撮ったろかって言ってあげるけど、うん、そうだね、そうだねじゃねえ、うん、撮れたよかったよかった、ペッペってすんなここ借りてんだから、ここはすいません、うん、ね、あとで俺掃除機かすれダイソーンってやるダイソーンはい、どうぞ、で、なんて言ってた、忘れた、あのミュージシャンだからね、はいはいはい、一応うちら、うん、歌ってる動画を上げてるんですよ、うん、でここ最近去年の11月にやった、はい、うん、8歳ね、うん、8周年記念ライブ8歳、うん、はい、そのライブをちょうどセットリスト順に上げてるの今、あ、そうなんだね、そう、へー、でそれはもう SNS では告知もしてないし、うん、見たい人見てくれっていう、うんうん、ちょっと上から目線で、なんで上からなんやねんみたいなね、なんて酔ってる、酔ってない酔ってない酔ってない、俺酔ってるよ、酔ってる、酔ってんの、俺酔ってる、はい、でセットリスト順に上げてるので、はい、もしよかったらねぜひ見てください、2倍速でだから曲の2倍速はダメだ、はい、昔のレコードな、うん、LP とか EP ってあったじゃん、うんうん、ね、再生数あったじゃん、うん、33回転、うん、45回転って、ね、それ間違えたらどうなんの、ギュ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 ギ聞いてもらって、ね、はい、うちらのこの CM 動画をね、 CM 動画とかは2倍速で見てもらえればちょうどいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします、お願いします、ということで4月26日水曜日、はい、夜8時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの水曜日はやさぐれ気分第30回目がオンエアデイ、イエイ、オンエアデイ、イエイ、オンエアデイ、酔ってる、酔ってるよね、はい、なんとですね、ああ
毎月なんとなのそうだよ、第4水曜日は、はい、世界の偉人有名人の音楽についての言葉名言のコーナーです。はい、でそして今月はゆうとが担当です。俺が担当です、うん、はい、今回はね、うん、まあ、俺もずっと何回かやらさせてもらっててね、うん、初めてじゃないかな、同じ人の名言を出すのって、うん、あ、そうなのね、うん、河本博人さん、おお、過去に1回ね、うん、河本さんの名言をやらさせてもらったんだけど、うんうん、今回もまたねえ、ね、また独特だろうな、どこの近所のおばさんみたいな言い方ねえ、ね、何も分かってないのにねえっていうのやめてくれあらやだみたいな、そうそうそうなので、はい、でも河本さんって、うん、独特じゃん。そうだね、独特だね、あ、うん、だから多分そういう意図なく、うん、話をしてても、あ、まあ、名言っていうのは喋った言葉が第三者から見て、うん、これ名言ですよねって言って拾われるものが多いわけで、うん、はい、うん、でもね、コモさんね、多分全部拾われると思うわその喋った言葉がね、あ、うん、あの河本博さんが作る曲、うん、でまあ、歌詞は河本さんが作ってたりとかするけど、独特じゃん。そうだね、河本さんの世界観がね、うんうん、まあ、代表的なところでもさ、トレイントレインだったりとかさ、うん、最初ドブネズミって言葉出てこんじゃん、うんうん、そうだね、俺らが生活してて、うん、まずドブネズミって見ないでしょ。ネズミは昔はいたけどね、天井走るぐらいな、ね、ああ、うん、でもそのドブネズミっていう比喩した言葉を、うん、俺らでは普通に使う言葉で情景が浮かぶんだけど、 そうですね、うん、その同じ情景の中でも使い方が違うと、こういう見せ方をするんだ、うん、この情景っていう。だってドブネズミみたいに美しくなりたいでしょ。そう、ドブネズミみたいに美しくなりたいっていう発想しないもんね、うん、まあでもその後に続くんで、まあね、そこが補われるっていうのもあるけど、うん、そこの ストーリー展開、うん、すごいなって。すごいよね、うん、でね、今回もねすごい言葉を残してるの。楽しみ、うん、あの普通に考えると言ってる言葉は音楽じゃないんだけど、うん、でもそれを音楽に例えて比喩して言ってる言葉があって、はい、そう、それをねちょっとね、うん、やさぐれナイトに置き換えながらちょっと説明できたらなって思うので、うん、お楽しみに、お楽しみに、はい。そして今夜のリクエスト曲は愛知県にお住まいの磯野さんより。磯野さん、はい、おサザエさんかな、ね、サザエさん愛知県には住んでないからねまずね、分からんじゃ引っ越してきたかもしれん。ああそう、うん、ほんと年取らんよね。うん、取らん ね、うん、ね、ずっと若いよね。あの1年経つとリセットされるもんね、うん、確かに、うん俺イクラちゃんが大人になった時見てみたいからね。ああ、イクラちゃんがね、そうそう、はい、バーブーって、あ、タラちゃんじゃなくてね、そうそうそう、へ、とか言って興味ない、興味ない、ね、なんで、はい、すいません、磯野さん、磯野さん、そうね、磯野さん、リクエスト曲は、うん、何だっけ新しい学校のリーダーズで、大人ブルー。なんでクエスチョンつけんの。だ、ズなのよ、うん、ズね、ズって言ったらズってあげたいかんねん。ズ、もう一回行こう。そう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 、あ、そうそうそう、そうじゃなくてもうダメだ今ね、朝の4時だからね、朝の4時、朝の4時、朝の4時だからね、はい、ちょっとゆみちゃんハイテンション、はい、うん、
新しい学校のリーダーズ、うん、でもレイリーダーズなんだよね。なんていうの、リーダーズ、リーダーズっていうの、うん、新しい学校のリーダーズで大人ブルーをお届けします。大人ブルー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 、大人ブルー。なんかさ、そのなんていうの、グループ名がさ、うん、難しいよね。そうね、どう言ったらいいんだろうっていうさ。もうなんか最近って、うんうん、バンド名と曲名がどっちかどっちか分からない時あるじゃん。分かんないね、うん、分かんない。なんかすごいよね、うん、でもやっぱそっちの方向に今行ってるっていう感じもあるし、うんうんうん、まあ、やさぐれないともどっちかっていうとその火付け役だからね、うん、発想がすごいよね何のやさぐれないとの、うん、違う違う違う、今のじゃあ今やさぐれないとに持ってったのになんでそっちに戻すのいやいや、ちょっと頭の中今あの何、ナチュラルハイ、そうそう、あ違う、新しい学校のリーダーズ、ああ、もうちょっとなんかこう名前が、うん、だからその話から今流れて、ね、あんたが言ってたもんね、何戻しちゃったみたいなね、うん、えまあいいや、はい、すいませんね、うん、はい、俺聞いたことない、うんうん、ないよね。ある、ない、なんかこれ TikTok で流行ってるみたいだよ。だ、だいたい TikTok 見ないからさ。見ないな、うん、うん、なんかダウンロードはしたけどやってないっていうやつね。やったらいいじゃん。やんない、だから短いやつなんでしょ。 TikTok でよく見るイケメンがって、そうですね、やったね、ああ、うん、よく分からんけど、ああ、うん、まあ俺が TikTok 出たらな、どんだけイケメンかだからな、うん、お楽しみということでね、はい、やさぐれナイトが独断と偏見でお届けする、はい、やさぐれジュークボックスのコーナーで、うん、4月26日はね、ゆみ、うん、ちゃんの担当ですけども、はい、どんな素晴らしい曲を、うん、まあ、あの先週のラジオ、うん、あの放送をね、うん、聞いてくださってた方はもうきっと私がパクリ今週何をお届けするかは知ってると思います。楽してない、楽してないよ、なんで盛り上げようとしてるの。俺がだって撒いた餌に飛びついただけじゃない、うん、いやいや違うよ、だってその時ラジオで言ってたじゃん。そんなことないよ。じゃあ私来週かけるっつって、うん、言ってたね、うん、言ってたねはい、ということで今週は寺田恵子さん、うん、で嫌になった with 木村敦樹さんお届けしたいと思います。あのね、みんなね、ほんとと、まあ、もともと有歌壇の曲やんね、これ。そうそうそう、有歌壇のね、嫌になったっていうのは、はい、ヒットした曲ですね、うん、それを、うん、寺田恵子さんと木村さんがデュエットで歌う、うん、そうそうそう、めちゃくちゃかっこいいから、うん、寺田恵子さん言ったら昭和のねボーカルで、うん、言ったらロックのイメージがみんな強いと思う。うん、俺はね、寺田さんはね、うん、ブルースが似合う、うんうん、ジャパニーズブルースってやっぱそのシカゴブルースであったりとかね、そういう元々の発祥のブルースとはまたちょっと違った、うん、日本に置き換えたブルースになってるので、うん、じゃあアメリカと日本のブルースが一緒かっていうと、その演奏する人たちはね、うん、演奏する人たちは多分ブルースっていうのは決まり事があるので、うん、あれだけど、やっぱりジャパニーズブルースってちょっと違うんだよね。そうだね、うん、違うね、日本のその要素を取り入れながらやっていく、演奏も含めてね、うん、だからちょっとまた違うんだけど、うん、でもジャパニーズブルース的にはすっごい寺田さんの声、うん、この木村さんとの掛け合いもそうなんだけど、すっげえかっこいいと思うね。うん、かっこいいよね。俺はもう寺田さんには有歌壇のカバーはもうもちろん、うん、
オリジナルのジャパニーズブルースを歌ってほしいぐらい、うんうん、ああそういうことね、オリジナルでね、そうだね、うんうん、前もさ、由美ちゃんがさ、うん、カバーしてたさ、うん、千秋奈美さんの朝披露であったりとか、はいはいはい、あれブルースではないけど、うん、ブルースではないけど、ああいう哀愁が漂う曲、うんうん、絶対合うと思うね。そうだね、お前が言うなって感じやけど、うん、でもほんとね、庄屋の寺田さんとソロの寺田さんと、うん、そのブルースを歌った寺田さんとまた違うんだよ。いろんなこうあれだよね、姿を見せてくる、そうね、出さって、だからすごいこの人って日本語を大切にした人なんだなっていうのが、こういう楽曲私歌いますよっていうよりも、私はこういう風な雰囲気で来るんだったらこの歌詞はこう歌いますよっていう、日本語をちゃんと理解して全体の歌詞を理解して歌える人って思う、うん、ああそうだね、うん、そういう人ってやっぱ昭和の人たちの歌手の人たちってめちゃくちゃ多いねんな、うんうん、今はどっちかっていうとリズムに合わせて日本語をつけていくから、日本語のイントネーションじゃないリズムがやっぱり多くて、うん、でもそれが流行りなのでそれがいかんわけじゃないけど、うん、こう「うん」に1位はってなっちゃうような、うん、こんにちはっていう日本語のいい響きではなくて、うん、今流行りのリズムに日本語を乗せちゃうから、うん、日本語は聞き取れないっていうか、そうだね、心に来ない曲が結構ちょこちょこあるじゃん、うん、中には本当にいい曲もあるし、ノリがいいけどっていう、ね、そう、うん、なんかユミちゃんがセレクトしたの俺こんなに語ってるけどさ、うん、大丈夫、ちゃんと本編では語りますか、ああ本当にいい曲だからちょっと聞いてほしい、はい、ああ俺が紹介したからね、ユミちゃんに、んいい曲だったでしょ、うん、うん、いい曲って曲は知ってるからね、でもあの、うん、2人のね寺田さんが、ね、まあ言うたら、まあ、もうフューチャリングっていうか、うん、フューチャーするとこが寺田さんだからな、そうよかったよ、すごく木村さんは知ってるじゃん、うん、嫌になったら木村さん、もちろんもちろん、うん、寺田さんのよかったよ、すごくない、うん、ちょっとかっこいいなと思ったね、思ったでしょ、うん、庄屋もかっこいいけど、うん、庄屋以上にかっこいいと思わない、あの雰囲気はねいいよね、でしょやっぱりね、あ、うん、なので皆さんお楽しみに、はい、お楽しみにということで、はい、皆さんもお待たせいたしました、4月7個目のキーワードゆみちゃんなんですか7個目のキーワードは伊吹の山の神、なんて伊吹の山の神、ほう、まあ、今月ね、うん、伊吹山じゃないからね伊吹の山ね、伊吹の山の神ね、難しいな、うん、ん難しい、あそう、神は、神はね、日本の神ってどんだけいるんだろうね、ねえすごいいるよ、ね、ちょっとこれどんだけいるか数えて、うん、でも時代時代によるんだよね、そうだね、ああ、うん、まあでもまあ、うん、うちのリスナーさんはあくまでもキーワードが何かを知りたいだけだからさ、そう、一番最初の頭の文字をね、うん、知ってればいいので、知ってればいいだけなんで、はい、ということでね、皆さんゆみちゃんが言った神は、あの、うん、知りたい人はゆみちゃんに聞いて、うんうん、もうググらなくていい、あそうなの、だってゆみちゃん全部8個分の神のこと全部知ってるわけじゃん、うん、まあね、まあね、どんだけ偉そうなということで皆さん、4月7個目のキーワードは伊吹の山、うん、伊吹の山ね、うん、はい、伊吹の山の神の伊になりますんでね、しっかりメモしておいてくださいっていうか、はい、うん、26日のオンエアが8個目なので、うん、それで全部コンプリートやんな、はい、うん、順番に並べていくとクエスチョンになるんでね、そのクエスチョンの答えを答えてもらうと、やさぐれないとね、最近太っ腹、うん、
な、うん、腹が太いの、うん、チーンということでね、はい、抽選で1名の方に番組オリジナルステッカーを1名かいプレゼントいたしますので、うん、ぜひ、はい、ぜひご応募よろしくお願いします。お願いします。ということで4月26日水曜日夜8時から放送ミッド FM761 やさぐれナイトの水曜日はやさぐれ気分をお聞き逃しな。泣く泣く。それでは皆さん今夜もやさぐれチャイナ、チャンネル登録よろしく。